日常運動の食うたにようこそ。さて本日のことはこちら。ではごゆっくりお楽しみください。チャンネル登録よろしくお願いします。3種類のハミンバーグ料理に甘王いちごのパン食べたいと思います。どれも美味しそうだね。さっきの一つまずどれからいくか。じゃあ一番シンプルなこのコッペパンからいきます。おお、生地も一品ピンク色ですね。それがまたいい。中身はこんな感じで、いちごホイップ、いちごづくしですね。ではいただきます。あ、いちごづくしの中からふわっと広がっていくのが甘酸っぱさ、とっても良かったです。シンプルなのでごまかしかない、そんな感じですね。なのでもっとバターとか塗ってもいいかなと思うのがありますので、こちらもペーストさせていただきます。ちょっと工夫すると美味しくなりそうですね。続きましてのこの大福みたいなパン、こちらはいちご飴なので、先ほどのクリームと違ったいちごの食感を味わうことができて美味しかったですが、ちょっと牛皮が控えめなのだって大福とは違うかなと思いましたね。メーカーさんが出していたパンはもうちょっと牛皮が多く大福っぽさがあったので、そこがちょっと違う、残念だったなと思う部分もありますので、こちらも手作りさせていただきます。和の風味が好きな方にはおすすめですね。で、最後に食べた甘王いちごのミルフィーユ、これはあまり生地にさっくり感がないので、ミルフィーユと言われたらちょっと名前負けしているような気もしましたが、どちらかというとデニッシュに近かったですね。ただ中のジャムは甘王に甘さのパサはしっかり効いていて、今回食べた3つの中では一番いちごの甘さを感じることができました。で、クリームもほんのりカスタードの風味があって美味しかったですが、ちょっとあくまでホイップクリームにカスタードの風味がついてるんだけど、濃度があるわけではないので、ちょっとこれも違うかなと思います。だってミルフィーユとは違いますが、いちごの甘酸っぱさを一番感じたい方にはこれがおすすめなので、こちらのペーストさせていただきます。さっくりしていていいんですけどね。ご視聴ありがとうございました。お楽しみいただけましたか。もしそうでしたらチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。ではまた次回の演目でお会いしましょう。